から話を聞いたんだよ。結婚はしたけれどあまり幸せではないらしい。僕にだってそれなりに守る生活があるから、何をしてあげられるというわけじゃないけど、友よ友よ友よ、ああ男もまた女によって変わるんだな。最近は紅茶よりもコーヒーを飲んでるんだよ。あの子の吸うタバコの口の中の残りがと、苦いコーヒーとの相性がとてもいいから、飲むよ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 。そう、僕の今年の運勢はとてもいいんだな。くだらない B 級雑誌に書いてあったけど、信じることのできそうなぐらいの可愛い嘘はなるべく信じてみることにしたんだから、さあ見てみろよ今や世紀末は遠い過去の話だ。そもそもキリスト教に僕は何の信仰もない。罰当たりと言われてもクジラやイルカの肉も食べる。悲しみも憎しみも愛しさも優しさもいやらしさも食べるよ食べるよ食べるよ。だから胃袋よ、ああ僕の胃袋よ、もっと強靭たれ、もっと貪欲たれ、なんだって飲み込んで、なんだって消化して、全部エネルギーに変えてしまおう。だから胃袋よ、ああ僕の胃袋よ、もっと強靭たれ、もっと貪欲たれ、なんだって飲み込んで、なんだって消化して、全部筋肉に変えてしまおう。その持って消化して、全部エネルギーに変えてしまおう。ああ僕の胃袋よ。